エクトール・アンリ・マロ作。菊池寛役。家なき娘。一。ペリーヌとパリカレ。土曜日の午後3時ごろ。ベルシー門外はいつもながらの人混みで。 荷上げ場には荷車や馬車が四列になってどこまでも続いておりました。石炭車や荷車、干し草や麦わらを積んだ車は、六月の晴れた暖かい日の下に、一様に税関役人の検査を待ちかねておりました。どれも皆、今日のうちにパリに入ろうと急いで来たのでした。そのうちに一つ、 有害者のような奇妙な馬車が門からちょっと離れたところに止まっておりました車の上に立てられた4本の柱には重そうなテントがかぶさっておりました昔は藍色であったろうと思われるそのテントも今は色が冷めて汚くボロボロになってやっと元の色がそれとさせられるくらいのものでした ですかららにに書いいいいててある文字もほとんんど読めないくらいにぼんやりしていましまた一方にはギリシアの言葉があり次の側にはドイツ語があり3番目には確かにイタリー語であるフィアという文字があり最後には書きたてのフランス語が頑張っておりましたそれは写真という字で他の3つの外国語もおそらくは写真という字に違いありません そしてそれは、このみすぼらしい馬車が、フランスへ入り、とうとうパリの門外にこぎつけるまでには、いくつかの国々を通ってきたことを物語っておりました。この長い道中を、今馬車についているロバがずっと引いてきたのでしょうか。ちょっと見ただけでは、どうもそうとは思えませんが、よく見ますと、そのロバは大変疲れてはおりますが、 ヨーロッパ産のロバよりはずっと大きく、そして体操丈夫なことがわかります。毛はきれいな濃い足毛で、ほこりでひどく汚れていても、目立って美しく見えました。すんなりした両足には、漆のような真っ黒い筋が入っており、へとへとに疲れきっていても、ロバはちゃんと首を立てておりました。バグ。 それも、この馬車相当のもので、いかにもあり合わせものらしい、長いのや短いのや、いろんな色をした紐が結び合わしてありました。が、それらは道々、暑さや灰を防ぐために倒って、馬にかざした花や枝の後ろに、うまく隠れるようにしてありました。止め綱の端っこには、十三歳くらいの少女が腰掛けて、ロバの番をしておりました。 少女の様子は一風変わっていましたが、どう見ても愛の子であることは明らかでした。髪の毛の薄甘色とリンゴのような頬とが際立って見え、愛くるしい顔つきは真っ黒いしっかりした目で一層引き立ち、口元もきりりと引き締まって、ほっそりしたしなやかな体には古いハゲチョロの市松模様の洋服を着ておりましたが、 その見すぼらしさにも似ず、どこかおかしがたい上品なところがありました。ロバは、ちょうど藁を積んだ大きな馬車の後ろに止まったものですから、たまりません。悪いことだと知っているものかのように、こっそりとその藁を引き出しました。パリカレ、およしなさい、と少女はこれで三度もロバを叱りました。 するとロバは申し訳なさそうに首を垂れましたが、口にくわえている藁を飲み込んでしまうと、目をパチパチさせて耳を動かして、また用心深く一生懸命に前にあるものを引っ張りました。よっぽどお腹が空いているのでしょう。少女がロバを叱っていると、馬車の中から、ペリーヌと呼ぶ声がしました。 名を呼ばれた少女は馬車へ飛び上がるとテントを開けてその中へ入りました。そこには一人の青白い痩せた女の人が出ていました。なに、お母さん。パリカレが何かしたのええ、前の車の藁を引き出して食べるんですもの。それはやめさせなければいけません。でも、パリカレはずいぶんお腹が空いているのよ。 いくらお腹が空いてるからって、人様のものを取ってもいいっていう方はありません。もし怒られたらどうしますええ、じゃあもう二度とそんなことしないように見ていますわ。パリはもうすぐなのすぐですよ。今税関のお調べを待っていますの。まだだいぶ待たなければならないのかしら。いいえ、でも、お母さん、お苦しくなって。 苦しくはないけれどこんな中に閉じこもっているもんだからね」とお母さんはあいぎながらそう言って娘を安心させようと力なく微笑みましたが病人の様子は哀れなものですっかりやつれてやっと息をついているだけでした年はまだほんの29歳くらいでしたが性気というものが全くありません それでもまだ素敵な美人であった面影は残っており、髪は美しく、眼差しの黒く優しいのは娘とそっくりでした。何か差し上げましょうかとペリーヌは言いました。何近所に店がありますから、レモンでも買ってきましょうかすぐ帰って参りますわ。いいえ、いりません。 おお金は大事にししままっておきましょう。少ししかないんですものそれよりパリカレのところ行って藁を食べさせないようにしてちょうだいね厄介なことだわとそう言ってペリーヌはロバの体に手をかけて藁に届かないところまでずっと押し返してやりましたロバは初めは強情に藁に近づこうとしましたがペリーヌが優しく言い聞かして その鼻先に接吻をしてやりますと、よく聞き分けて長い耳を垂らしてじっとしているようになりました。ロバの厄介がなくなると、ペリーヌはあたりを眺めて遊んでおりました。きっと後ろの方で待っている曲馬団のものでしょう。ペリーヌと同じくらいのよそいきの服を着た一人の少年が、もう十分も前から、 ペリーヌが自分に何か話しかけてくれないかと。その辺をぶらぶらしていましたが、ペリーヌが気がつきませんでしたので、とうとう少年は待ちきれなくなって、ペリーヌに話しかけました。素敵なアロバですね。しかし、ペリーヌは返事をしませんでした。これは確かにフランス産ではありませんね。ペリヌはその少年を見つめていましたが、おとなしそうな子なので。 返事をしなければ悪いと思いましたこのロバはギリシャから来たんですのえギリシャだからパリカレっていう名前なのよあ、はあなるほど少年はいかにもわかったように大きくうなずきましたがなぜギリシャから来たロバはパリカレっていうのかちっともわかりませんでしたギリシャってずいぶん遠いんですか ええ、ずいぶん遠いわ。じゃあ、シナよりもっと先ですかいいえ。でも、ずいぶん遠い国よ。それでは、あなたもギリシャから来たのいいえ。ギリシャよりもっと遠くからだわ。じゃあ、シナいいえ。だけれど、パリカレだけはギリシャから来たのよ。じゃあ、うまいち行くの いいえ。じゃあ、どこパリよ。そらわかってるさ。しかし、パリのどこに泊まるの私たちは、お城の周りにただで泊まれるところがあるって聞いたわ。少年はこれを聞くと、両手で膝を叩いて言いました。お城おやおや。あら、じゃあそんなところはありませんのそりゃあ、 ありますさ。じゃあどうして城の周りって、あれあなた方の行くところじゃありませんよ。誰か男の連れがあるんですかもし大きい、そして強い担当でざっくりとやられてもひらりと差し返すような肝ったまの太い男の連れがいれば別物ですけれどね。お母さんと私きりですわ。それに、お母さんは病気なの。このおろばだって大事なものなんでしょ ええ、そうよ。ところで、そんなところへ行けば、まず第一番にこのロバが盗まれますね。それから次々にいろんなものが盗まれますよ。このファッティの言うことが嘘だと思ったら、行ってごらんなさい。本当本当ですとも。パリはまだ初めてのようですね。ええ、そうだわ。どうもそうらしいと思った。 何も知らない奴がそんなところに馬を止めろなんて教えたんですよ。あんなところへ止まれるもんですか。なぜ塩から爺さんのとこへ行かないんです。知らないんですもの。その男は牛羊腹を持ってるんです。怖い男じゃありませんよ。でも、泥棒なんか来ようものなら鉄砲で人口にしちゃうから大丈夫だ。そこでは随分お金がかかるんでしょ 冬の間は誰でもパリへやってくるから随分高いかもしれないが、今頃なら一週間四十数以上は取らないでしょうよ。それに、ロバはそこの草が食べられるんです。このロバはアザミが好きですか食べますともじゃあ、ロバにはおあつらえ向きだ。それに、塩辛じいさんは悪い奴じゃありませんからね。と少年は得意然として言いました。 塩辛じいさんって、その人の名前ですのいつも喉を乾かしてるからみんながそう言うんですよ。片腕しかない人ですよ。その人のところは、ここから遠いでしょうかなあに、シャロンヌですよ。ああ、シャロンヌも、あなたは知らなかったんでしたね。パリは初めてですもの。そうそう、あそこですよ。と少年は。 ぼんやり北の方を指して説明しました門を入ったら右へ曲がりそれを30分ほどお城についていきそれから台道へ出たら左へ曲がって牛腰原はって聞けばみんな知ってますよありがとうお母さんにそのこと話してきますからちょっとパリカレを見ててくださいねよし来た僕はパリカレにギリシャ語でも習うとしようかどうぞ 藁を食べささせないいようにしてくださいね。ペリーヌが馬車の中にいるお母さんに今の話をしますとお母さんは「もしそうだったらグズグズしてはいられませんよ。でもお前シャロンヌへ行く道が分かってるのええわけはないの。」そう言ってペリーヌは外へ出ながら「まあお母さんとてもたくさんの馬車が通るね。みんなマロクール工場」と書いた下に「 ボルフラン・パンダ・ボンヌって書いてあるの。いろんな樽や何かを積んで、まあ、どっさりだこと。そんなこと、何でもないじゃないの。でもね、同じ字を書いた車が、こんなにたくさんあるんですもの。とペリーヌは、その対象を見送りながら言いました。が、気がついてみると、ロバはその花を、また藁の中にうずめて、平気でそれを食べているではありませんか。 あら、あなた、なぜ食べさせるのかまいませんよ。と少年は答えました。車の人が怒ったらどうするのなあに、僕がいるから大丈夫さ。と少年は、肩を怒らし胸を反らして、とっくみ合う様子をしてみせました。が、この少年の身構えも本物にはならずに済みました。それはちょうどその時、税関役人が、 前の藁の馬車を呼び、門を通過してもいいと言いましたから。さあ、今度は君の番だ。じゃあお別れだ。さよならお嬢さん。もし僕のことを思い出したら、ダブルファトって聞いてくださいね。誰でも知ってますよ。パリの門営をしている人たちは、いろいろ変わった光景を見慣れておりますが、それでもペリーンの車の中に入った役人が、 寝ている若い婦人を見たときには驚いたようでした。が、さらに驚いたのは、その身回りの貧乏な様子を一目見たときでした。何か届け出るものはありませんかと役人はそこいらを調べながら言いました。何にもございません。酒や食料品はありませんね。はい。全くそれに違いありませんでした。 布団、二つの遠い椅子、小さなテーブルとストーブ、写真機と付属品少々、その他にはトランクもなければバスケットもないし、一枚の着物さえありませんでした。よろしい、お通りなさい、と役人は言いました。門を入るとペリーヌは、包みに沿った草原について、手綱を取って行きました。茶色に汚れた草原には、 人相の良くない男が寝そべったり仰向けになったりしてゴロゴロしておりましたペリーヌには初めてここに集まってくる人々の種類がわかりましたそして獣のようなすごい顔つきをしたその様子でなぜ夜は危険だかということもよくわかりいつでもナイフを研ぎ澄ましているということがはっきりうなずけました町の方を眺めると ほこりっぽい通りと汚い家のほかは何にもありませんでしたこれがお父さんがいつもうるわしの都といったパリなのでしたペリーヌが一声かけるとロバは足を速めそして左に曲がるとペリーヌは魚遊原を訪ねましたもし誰でもその場所を知っているものとすれば会う人がそれぞれ違った方角を教えるはずはありませんが ペリーヌは五六編も聞くたびにいつも違った方向ばかり教えられてとうとう迷子になってしまいましたけれどもやっと行用原に違いないと思われるような場所が見つかりました原の中には輪の取れた乗り合い馬車とやっぱり輪の壊れた汽車が放り出してありおまけに小さな丸々した子犬が十二匹もそこにコロコロしておりましたこここそ ペリンヌの探してるところに違いありませんでした。パリカレを道に置いて、ペリーヌが腹の中へ入っていきますと、子犬らは一度に足に這い上がり、くんくん言って靴に食いつきました。誰だと声がしたので辺りを見回しますと、住まいだろうと思われる低い長屋が目につきました。が、それはどう見ても人のうちだとは思えませんでした。 壁は石ころや丸太や漆喰でできており、中にはブリキ箱さえ使ってありました。屋根はターヌルにのズックと厚紙で、窓はほとんど紙張りで、ガラスのところは一、二箇所しかありませんでした。こんな家を建てた人は、おそらくもう一人のロビンソン・クルーソーと中木フライデーであったに違いありません。家の中にはげをもじゃもじゃ生やした 片腕しかない男の人が、ボロを襟分けて周りのカゴに入れておりましたが、子犬を踏まないようにこっちへおいでなさい、と言いました。ペリーヌは言われるままに近づいて、あの、あなたが牛与原のご主人なのですかと尋ねました。そうですよ。手間取らせてはいけないと思って、ペリーヌは用向きをごく簡単に話しますと。それを聞きながら男は、 地べたた。にに置いいいてて、あるをぐとしししましたそしてペリーヌの懐加減に見当をつけて「前金で払ってくれればようござんす」と言いました「おいくらでしょうか馬車は1週間60数ロバは20数ですよ」ペリーヌはもじもじしながら言いました「まあ高いわねそれが決まりだよ夏場の そうだ。ロバはアザミを食べてもようございますのいいさ。それに食べられるなら、この草も食べて結構。一日だけ休ませていただくんですから、一週間分お払いしなくてもいいでしょアミヤンに行く途中なんですから。いいとも。じゃあ、馬車が一日分六数、それにロバが三数。ペリーヌはスカートのポケットからお金を一つ一つつまみ出して、じゃあ、 これで1日分と9数のお金を渡しました。さあ、みんな来てもいいよ。連れは何人だね。でも、1個中退もいるんだと、一人前に数ずつ割りしをもらわなければならないよ。と男は言いました。お母さんと2人っきりです。じゃあ、どうしてお母さんが話をつけに来ないんだね病気ですもの。病気 おやおや、ここは病院じゃないよ。この剣幕に驚いて、病人は来てはいけないと言われるかと思って、ペリーヌは慌てて言いました。い,いえ、ちょっと旅疲れが出ただけなんです。ずっと遠方から来たものですから。どこから来ようが俺の知ったこっちゃないさ。と男はぶっきらぼうに答えて、腹の隅っこを指さしました。あそこへ馬車を入れて、 ロバをつなぎなぎさい。ロバが子犬を踏みつぶそうものなら、一匹につき五フラン百数もらいますよ。わかったかねそこでペリーヌが引っ掛けようとすると、一杯どうだねと呼び止めました。いいえ、ありがとう。お酒はいただきません。ああ、そうか。じゃ代わりに俺が飲もう。と言ってもう一杯飲み干すと、男はまたボロの始末にかかりました。 ペリーヌは言われたところに馬車を引き入れようとしましたが、いくら気をつけてもガタピシするのでした。それが済むとすぐ、ペリーヌは馬車へ入り、お母さんの顔を覗き込んで言いました。お母さん、とうとう着きましたよ。もうガタガタ揺られる心配はないのね。とお母さんは弱々しく言いました。そこで、えっと、あ、お母さんのご飯をこしらえましょうね。 何を召し上がりますとペリーヌは快活に言いました。ねえ、お前、パリカレを馬車から外しておやり、さぞ疲れてることでしょう。そして、食べ物と水をやってね。ペリーヌはパリカレのことを済ますと、馬車のところへ来て、小さいストーブや石炭や古いソース鍋、薪などを取り出して外へ出て、膝をついて火をつけました。そしてプープーと一生懸命に吹いて、 ようややく燃ししつけましたご飯はいかがですのねえ、お母さんとペリーヌは優しく寄り添ってお母さんに尋ねましたお腹はまだすかないのじゃあ何か他に思いつきになったものがあって召し上がりたいものは何でも買ってまいりますわねえ、お母さん何が召し上がりたいの やっぱりご飯にしましょうかね。水を入れて火にかけてあった鍋にお米を一つまみ入れると、ペリヌは自分で皮を剥いて作ったお菜箸でかき回しました。そしてそれをそのままにして、パリカレに優しい言葉をかけてやろうと駆け出していきました。ロバは喜んで熱心にあざみを食べていることが、その長い耳をちゃんと立てているのでよくわかりました。 ご飯が煮えると、ペリーヌはお鉢に移して、お母さんの枕元にコップとフォークとお皿を二つずつ並べました。それからスカートの裾を前に広げて、床にきちんと座ると、ままごとでもするように、さあ、ご飯ですよ、お母さん。と面白そうに言いましたものの、昔の立派な美しさなどはとうになくなった、ハゲチョロのボロボロの肩掛けをかけて寝ているお母さんを見ると、 急に顔が曇るのでした。お母さんはご飯を一口入れて飲み下そうとしながら、ペリーヌを見て力なく微笑みました。そしてつぶやきました。飲み込めないわ。はじめは無理にも召し上がってごらんなさい。二口三口と食べるとすぐ食べられるようになりますよ。ダメ、ダメダメ、ダメなのよお前。 お母さん。お母さんは母行って、ぐったり布団に寄りかかりましたが、娘のことを不憫に思って、無理に微笑んでみせました。ご飯は大変美味しくできているのよ。お上がり。お前は働くんだからね。お前はたくさん食べて、よくお母さんの看病しておくれ。ね。さあ、お上がり。ペリヌは涙をじっとこらえてご飯を押し込みました。 お母さんは何やかとペリーヌに話しかけておりました。そして、だんだん涙も乾く頃には、ご飯もいつの間にかなくなっておりました。どうしてお母さんは食べようとなさらないの私だって無理に食べてよ。でもお前、私は病気だもの。私、お医者さんに見せなければいけないと思うわ。パリですもの。 いいお医者さんがたくさんあってよ。いいお医者さんがいくらあったって、ただでは来てくださらないからね。お払いができてよ。何でお金でよ、お母さん。お母さんのポケットに7フランと1フローリンがあるでしょその1フローリンはここで両替すればいいわ。私、17数持ってるのよ。ね、お母さん、ポケットを探してごらんなさい。 ブラッシをかけてあるので、ペリーヌのスカートほどに汚くはないが、切れたところは似たりよったりの黒い着物が、お母さんに掛け布団代わりにかけてありました。そのポケットに、七フランと一フローリン入っておりました。ねえ、お母さん、みんなでいくらになりますの私、よくフランスのお金の勘定がわからないんですもの。私だって似たようなものよ。 一フローリンを二フランと勘定すると、二人で九フラン八十五三チーム持っているわけでした。ほらね、お母さん、終わりよ。診察料払っても残るくらいじゃありませんか。だってお前、診察だけじゃ治らないよ。薬代もいるわ。ねえ、お母さんそれには私いい考えがありますわ。いくらパリカレが私のおしゃべりが好きだからって、 私は指示おしゃべりばかりはしてなかったでしょ私はいつも私たちの身の上のことを考えていたんですわ。ことにお母さんのこと。だって、お母さんはご病気なんですもの。それから、私はマロクールに着いた時のことも考えていましたわ。この馬車の汚いことは、途中でも随分笑われたから、マロクールに着いたらどんなものだろう。親類の方が見え張ってる人たちだったら、 こんな馬車で行かれたら、どんなに肩身が狭かろうと思って。そこで私考えたの。もう馬車がいらなくなったら、いつでも売ることができるって。ことにお母さんはご病気だし、誰も私に写真を撮らせてくださる人はないでしょ撮らせてくださったとしても、現像する材料を買うお金もないからダメですわ。そうとすれば、馬車はもう、売るより他に道はありません。けれども、 どのくらいに売れるかしら。いくらかにはなるでしょう。それに、写真機と布団もありますものまあ、みんな。でも、そう思いにならないお母さん。もう、私たちがこの車の中で暮らすようになってからは、一年以上も経ったわけね。そして、お父さんはここでお亡くなりになったんだわ。 そう思うと、こんなつまらないものでも手放すのは悲しいことなの。みんなお父さんの形見ですからね。一つだってお父さんの思い出とならないものはないんだもの。というお母さんの目からは涙がほろほろと落ちて、息が切れて先が続けられませんでした。母、ごめんなさいお母さん。こんな話をしてしまって。ベリーヌ。 お前の言うことが本当なんですよ。かわいそうに、お前はまだほんの子供なのに、お母さんのする苦労をしなければならないのね。私は、今日明日に良くなりっ子はないんだから、この辺のものは遅かれ早かれ、みんな売らなければならないんだわ。どうしたって、売る決心をしなければいけませんわ。ね。とお母さんが口ごもると、変に二人は黙り込んでしまいました。が、 とう,とうペリーヌは「パリカレは?」と聞きました「お前もそれを考えていたのええそれで私しっかりつまんなくなってしまったのだからマロクールに連れて行く代わりにもう別れなければならないってことをパリカレに悟られるかと思ってパリカレを見ていられない時が時々あるのよ こんな長い旅をしてきたんですから、あそこ行ったら楽をさせてやりたいのにね。そこの人たちがみんな親切にしてくださりさえしたらね、それだって追い出されないとも限らない。もしそうなったら、今度こそは野垂れ死にするより他ないわ。けれど、どんなことがあっても、マロクールへは行かなければならないわ。そして、突き返されないように、できるだけのことをしなければ。 まあ、お母さん、私たちを突き返すなんてことがあるでしょうか。お父さんはあんなにいい人だったのに、死んでも怒ってるなんてことが。いいえ、お父さんだって私のようにおっしゃっていましたよ。ともかくも、パリカレは売りましょう。そしてお医者さんにかかって良くなるようにしましょう。そしてすっかり良くなったら、いい着物を一つずつ買ってきて、それから出かけましょう。 できるだけ汽車で行って、足りないところは歩いていきましょう。ねえ、お母さん。あの門のところで話をした子が、パリカレはいいロバだって言っていましたよ。あの子は局馬団の子だから確かですわ。パリカレがあんまり綺麗なもんですから、つい私に話しかけたんですって。東洋種のロバは、パリではいくらに売れるか知らないけれど、それだってもうすぐわかることですわ。 お母さんを一人休ませて、ペリーヌは少し洗濯をしようと汚れ物を集めました。ハンカチ三枚、靴下二足、下着を二枚、それにペリーヌの道着をまとめてたらいに入れると、洗濯板と小さな石鹸を持って出て行きました。ご飯を炊いた後にかけてあったお湯をそれに次、ぎ、草原に膝をつくと、石鹸をつけてゴシゴシすりました。綺麗になると、 それをザブザブすすいで、綱にかけて乾かしました。ちょっと離れて繋がれていたパリカレは、ペリーヌを洗濯をしている方をちょいちょい見ておりましたが、やがて星終わると、ペリーヌの方へ首を伸ばして、五六遍命令するようにいななきました。ま、私がお前を忘れたとでも思ってるのパリカレ。と言ってペリーヌはそばへ行き、場所を変えてやり、 よく洗ったソース鍋からきれいな水を飲ませてやりました。パリカレは十分食べ物を食べると飲み物のことをやかましく言うのが癖でした。そしてきれいな入れ物からきれいな水を飲むか、またはぶどう酒を飲むのが大好きでした。親切な乳母が赤ん坊をあやすように、ペリーヌが優しい言葉をかけてなでてやると、パリカレは草に座って、 ペリーヌの肩に頭を乗せかけました。そして好きなお嬢さんを時々見上げては満足しきったように長い耳をピクピク動かしました。腹の中は静まり返り、道には人通りがなくなると、はるか遠くに底知れない力強い神秘な都会の騒音がかすかに湧いてまいりました。ほのかな夜闇に包まれて、 ペリーヌはパリカレの頭に自分の頭を持たれておりますと、さっきのお母さんとの話がひしひしと身にしみて、こらえにこらえていた涙が咳を切って流れました。物言えぬ悲しさにパリカレは首を曲げて、そっとペリーヌの手を舐めて慰めるのでした。二。親切者の,の塩辛じいさん。 その晩、お母さんのそばに寝ていたペリーヌは幾度も冷やす水を買いに井戸端へ駆けつけねばなりませんでしたそして夜が明けたらできるだけ早くお医者さんを頼みたいと思いましたけれどもお医者さんがどこにいるのかわからないので塩辛じいさんの起きるのを待って尋ねましたすると塩辛じいさんはちゃんとテクテク歩いてくるヘッポコ医者でなく 馬車で往診をする上手なお医者さんを知っていました。その先生こそは、教会近くのリブレ街のサントリエル先生でした。が、そこへ行くには少し遠くて、線路について停車場の近くまで行かなければなりませんでした。馬車で来てくださるそんな偉い先生を教えられた時に、ペリーヌは持ってるお金では足りなくはないかと心配でした。が、 はっきりそれを言うのも決まりが悪いので遠回しに尋ねてみましたすると塩辛じいさんは「ああ診察料のごとかえさあかなり取られるだろう」が「四十数より多くは取るまいよ」「なんなら前金で払ってごらん」と言ってくれました塩辛じいさんに教えられた通りに行きますとお医者さんはすぐ見つかりましたが まだ起きていませんので待っていなければなりませんでした。ペリーヌは、馬屋の外の道路のベンチに腰をかけておりました。うちでは御車が馬車の用意をしておりました。ただ、牛油原の病人を見ていただきたいと言っただけではダメだから、ここにいてお医者さんが出てきたらすぐ四十数を出せばきっと来てくださるに違いないと思って、ペリーヌは待ち構えておりました。 長いこと待たされたのでお母さんが心配しているかと思うとペリーヌは気が気でなりませんでしたがようやく危なっかしそうな馬と古風な馬車が馬屋から出て玄関に泊まりましたすると同時に中からごま塩頭のでっぷりと太ったお医者さんが出てまいりましたペリーヌは駆け寄ってお医者さんが馬車に足をかけないうちに震え声で大向きを話しました 牛は原じゃあまた喧嘩でもあったんですかいいえ先生私の母が悪いのですどなたでしたっけあの旅写真師でございますお医者さんが踏み台に片足をかけるとペリヌは慌てて40数を差し出し早口に申しました先生ご診察料でございますそれなら60数ですよ ペリーヌがそれに二十数を足すと、お医者さんは受け取って、直帰のポケットに滑り込ませました。十五分ほどしたら参ります。ペリーヌはすっかり嬉しくなって、駆け通しにかけて帰りました。そして夢中で言いました。お母さん、きっと治ってよ。あの先生こそ、本当の本当のお医者さんなんですもの。それからペリーヌは、 お母さんの手や顔を洗ってあげたり絹のような黒髪をすいてあげたりしましたそしてお部屋の中を片付けましたが片付ければ片付けるほどそれはがらんどうな貧しい部屋になるだけでしたまもなく馬車の音がしましたのでペリヌは飛び出して長屋の方へ行こうとするお医者さんを「先生この馬車の中でございます」と言って案内をしてまいりました 患者の貧乏は慣れっこになっていたと見えて、先生は格別驚きもしませんでしたが、ひどい馬車の中に寝ている病人を見たときには、先生が顔をしかめたのを、ペリーヌは見逃しませんでした。下を出して。はい、手を。一回の往診に、四十フランどころか、百フランも払えるような金持ちには、こんな貧乏人の診断は、どんなに簡単に済むものか、 全く思いもよらないほどです。一分もかからないで診察は済みました。入院しなければいけませんね。まあ、と親子は一度に声を上げました。ちょっとお子さんはあっちへ行っていてください。先生の言葉は命令のようです。ペリーヌはちょっとためらいましたが、お母さんの目くばせで外へ出て行きました。 私はもう死にそうでございます、先生。とお母さんは細い声で言いました。そんなことはありません。大事なのは養生です。が、ここにいてはいけませんね。入院するとしたら、あの子も一緒に行けるでしょうか。木曜と日曜には面会に来られますよ。私がいなくなったら、この広いパリで、あの子はどうなることでしょう。 どうせ死ぬなら最後まで一緒にいとうございますが。とにかく、この馬車の中はいけませんな。夜の寒さが一番悪いのです。一部屋どうしても借りなくちゃなりませんが、借りられますかね。そう長いことないのでしたら、なんとかなりましょう。では、塩辛じいさんのところなら、そう高くなく借りられるでしょう。だがそれだけはダメです。 お薬を飲んで、治療をとって、そして大事にしていなければなりません。やっぱり入院なさるに越したことはないんですがね。それは、ダメでございます、先生。とお母さんは言いました。あの子はどうしても手放せません。あの子は一体まあ、どうなることでしょう。では、ご自由になさい。ただ、私は医師の立場として。 自分の考えを申しただけです。さあ、入ってもよろしいですよ。とペリーヌを呼びました。それから先生は処方箋を書いて。さあ、これを教会のところのお薬屋さんに持っていらっしゃい。間違いのないように、一号と書いてあるのがお母さんのですからね。二時間ごとに飲ませるんですよ。何でも欲しいものをあげなさい。ことに卵はいいですな。そして何でも食べた後で、ぶどう酒をあげなさい。 夕方はまたちょっと伺います。と言ってそれをペリーヌに渡しました。ペリーヌは先生の後を追っかけて、お母さんは大変ひどいんでしょうかと聞きました。そうですね。まあなるたけ入院させるようになさい。先生だけでは治らないのですかいや、よくしてあげたいと思うんですが、病院のようなわけにはどうしても行きませんよ。 入院が嫌だなんてバカなことです。お母さんはあなたを置いていくのが辛いなんておっしゃるが、見たところあなたは何でも自分でできそうじゃありませんか。ちょっとも心配はないと思いますがね。ペリーヌがもっと聞きたいと思っている間に、先生は大股に歩いて馬車に飛び乗って行ってしまいましたので、ペリーヌは仕方なく帰ってきました。早くお薬を取ってきてね。それに卵もね。 お金はみんな持って行ってもいいのよ。私は良くならなければならない。とお母さんは言いました。ねえ、お母さん、今お医者さんはきっと良くしてくださるっておっしゃったわ。じゃあ、急いで行ってまいります。しかし、全部持っていったお金でも薬の払いは足りませんでした。処方箋を見た薬剤師は、第一番にお金を持っていますかと聞きました。 ペリーヌはお金を握っている手を広げてみせました。みんなで7フラン53チームになりますよ。ペリーヌの手にはフローリンを2フランと勘定しても6フラン853チームしかありませんでした。13数足りないわけです。6フラン853チームしかありませんの。このフローリンも入れてなんです。これ取っていただけますの とんでもない。と薬剤師は言いました。ペリーヌは困りきって、店の真ん中に手のひらを広げたまま突っ立っておりました。が、とうとう尋ねました。ねえ、このフローリンを取ってくださると、十三数しか足りなくないんですけれども、不足の分はきっと午後に持ってまいります。しかし、それは聞かれませんでした。フローリンを取ってもくれなければ、 十三数持ってくるというのも信用してはくれませんでした「ぶどう酒は急がないものですから午後にまたおいでになったらどうです」「他のものは今すぐこしらえてあげましょう」「それですとサンフラン53チームで済みますからね」ペリヌはそうするよりほかありませんでしたそして残りのお金で卵とパンを買って大急ぎで帰りました「お母さん 卵はとても新しいんですよ。私、手で透かしてみましたの。それにまあご覧なさい。このパン、いい色じゃありませんか。きっとよく召し上がれてよ。美味しそうね。二人はすっかり嬉しくなりました。ペリーヌは先生を信じきって、すぐにもお母さんが治るものと思い込んでおりました。どうしてお医者さんは人を騙すものですか 本当のことを聞かしてくださいと言われたときに、どうして嘘が言えるものですか。気が引き立ったので、お母さんはよく食べました。二日間何にも食べられなかったのが、今日はパンを半斤も平らげました。それを見てペリーヌは、嬉しくて嬉しくてたまらなそうに言いました。ほらね、お母さん。するとお母さんもにっこりして、本当に、 すぐ良くなりそうだわペリーヌは馬車とパリカレを売るにはどうしたらいいかと塩辛じいさんのところへ相談に参りましたすると好都合なことには馬車はじいさんが自分で買ってくれることになりましたしかし家具でも道具でも着物でも楽器でも何でもかんでも買うけれど商売違いだからロバだけは買えないと言いました 動物といえば子犬より他は買わない主義だから水曜日のうまい地に連れて行って売りなさいと教えてくれました。ピリーヌは嬉しくって水曜日がとても待ち遠しく思われました。それまでにはお母さんがすっかり良くなってすぐにもマロクールへ行けるように考えておりました。ですからもう待ち遠しくってなりませんでした。が、一方こんなことも考えられるのでした。 塩からじいさんが馬車をいいねで買ってくだされば、二人の着物と切符を買ってもお金が残る。そうなれば、パリカレは売りに行かないでも済むと考えられるのでした。そうなったら、パリカレはここへ預けておいて、マロクールについてから迎えによこしてもいい。かわいいパリカレは立派な馬屋に入れられて、毎日毎日緑の野原へ出ることができたら、どんなに喜ぶことでしょうと。 しかしダメでした。じいさんは十五フランより一文だって高くは馬車を買わないんでしたから。たった十五フランとペリーヌはつぶやきました。もちろんそれだってお気の毒だと思うからこそ買ってあげるんだよ。こんな馬車が一体何になると思うんだね。と塩辛じいさんは鉄棒で車輪と火事棒を叩いて、 いまいましそうに肩をそびやかしました。が、散々掛け合った挙句に、いいねより2フラン53チームだけ上げさせ、二人が立つまでは馬車を自由に使わせるという約束だけをさせました。ペリーヌは、お母さんが一日部屋へ閉じこもっているよりも、日中は時々馬車へ出かけてみるのもためになっていいかもしれないと思ったからでした。塩からじいさんが貸すという部屋を一目見て、 ペリーヌは馬車のありがたさをしみじみと感じました。じいさんはしきりと馬車をけなして、その部屋を彼のアパートメントだなどと大祝りで言いましたが、あのお母さんをこの汚い変な匂いのする部屋に入れなければならないかと思うと、ペリーヌはすっかり暗い気持ちになるのでした。部屋の外に積んであるいろんなものの匂いがあんまりひどいので。 お母さんの体に触りはしないかとペリーヌがグズグズしていました。じいさんがじれったそうに言いましたさあさあ大急ぎでどっちとも決めなさいクズ屋が来ることになってるんで俺は忙しいんだお医者さんはこの部屋がどんなかご存知でしょうか知ってるともさ先生は男爵夫人を見に四十ここへ来たもんだよこれを聞くとペリーヌは決心をしました お医者さんがここを知っているとすれば、そんなひどいところを人に世話するはずはない。それに男爵夫人が住んでいたとすれば、お母さんだって結構住めるに違いないと思って。真代は一週間分、前金でもらいますよ。他に、老婆が三数で、馬車が六数だ。だって、馬車はあなたが買ったんじゃありませんか。でもお前さんが使ってるんだから、払うのは当たり前だよ。 それにはペリーヌも返事のしようがありませんでした。が、ペテンにかかったのは今日が初めてではありませんこんな目には長い道中にたびたび出会っておりましたのでかわいそうにペリーヌはようござんすと答えなければなりませんでしたペリーヌはその日一日がかりで天井や壁や窓を拭いたり床を洗ったりしましたこんな大掃除は このうちが建てられてから初めてのことだったでしょう。幾度となく井戸とうちの間を行ったり来たりしているうちに、ペリーヌは、この原には草やあざみばかりでなく、花も咲いていることに気がつきました。きっと、近所の人が垣根越しに捨てた花から、種がこぼれて一人でに芽が出たのでしょう。あちらこちらに、少しばかりの匂い荒らせいや、石竹、 それに、スミレさえ咲いておりました。まあ、なんて可愛い思いつきでしょう。ペリーヌはそれを摘んで部屋に刺そうと思ったのでした。そうすれば、花のお香りで嫌な匂いも消えるでしょうし、部屋も賑やかになることでしょうから。花は、もしパリカレが食べてしまえば、それっきりのものでしたから、誰のものでもないとは思いましたが。 た,といたった一本でも黙って積むのは気が咎めましたのでペリーヌはじいさんに聞きました花を売ろうというのかねいいえ少しばかり部屋に挿したいと思いましてああそうかそんならいくらでも取っていいよもし売るんだったらそいつは俺のすることだがねペリーヌは花を摘みましたそしてガラスくずの積んであるところから瓶を一つと コップをいくつか拾ってきました。陰気な部屋には、いつの間にか石竹やスミレの香りがいっぱいになって、嫌な匂いも消えてなくなり、薄汚い壁も生き生きとした美しい花の色に引き立って見えました。お掃除をしている間に、ペリーヌは両隣の人たちとも知り合いになりました。一方には白髪頭にフランス産食器のリボンのついているボンネットをかぶっているおばあさんが住んでおり、 片方にはほとんど土をなめて歩くような腰の曲がった体の大きいおじいさんが住んでおりましたおじいさんの川前掛けはとても広くって長いものですからちょっと見ると前掛けが歩いているようでした三色リボンつけてるおばあさんは大道の歌うたいで塩辛おじいさんが男爵夫人と言ったのはその人だとおじいさんが教えてくれましたおばあさんは毎朝大きい赤い傘と その傘を町の十文字や橋のたもとに立てるときに使う大きな棒を持って出かけました。雨や日光をその大きな傘で防ぎ、その中で歌ったり、歌の文句など書いてある本などを通行人に売りつけるのがその商売なのでした。前掛けをかけたおじいさんについては、男爵夫人が、あれは靴屋さんですから朝から晩までコツコツ働いているんですよと教えてくれました。 靴屋さんはいつも魚のように黙りこくっていましたので、みんなが恋の親父と呼んでおりました。おしゃべりはしない代わりに、一日中カンカンと土の音をやかましく立てていました。夕方には部屋の支度が出来上がりました。お母さんはペリーヌにつかまって部屋の入り口へ入ってくると、花を見つけて驚き、そして大変喜びました。 お前は、本当にお母さんによくしてくれるのね。お母さん、でも、私はなんて自分にも親切者なんでしょう。だって、お母さんの嬉しいことは、やっぱり私の嬉しいことなんですもの。と、ペリーヌは嬉しそうに、ハキハキと言いました。夜になると、花はしぼんだので、捨てなければなりませんでした。すると、また臭い部屋の匂いがプンプンしてきましたが、 病人は何とも言いませんでした。ここより他に生きどころのない病人が、そんなことをブツブツ言ってみたところで、何の役に立ちましょう。病人はその夜、うとうとしか眠れなかったので、次の日、お医者さんが見えた時には、ずっと病性が進んでおりました。それでお医者さんが薬を変えたので、またペリーヌは薬剤師のところへ行かなければなりませんでした。 今度はみんなでごフランだと言われました。ペリーヌはぐずぐずしないで気前よく払いましたが、店を出た時には息が詰まりそうでした。こんな具合にお金がかさむんですと、買えそうにパリカレは売られてどこへでも行かなければなりますまい。もしお医者さんが明日また新しくごフランかそこいらのお薬を書いてくださるとしたら、ペリーヌは一体どこからそのお金を持ってくることでしょう。 お父さんとお母さんとで山の中を旅行して歩いていた時には随分ひもじい思いもしまたギリシアをたってフランスへ着くまでにはご飯を抜かしたことも一度や二度ではありませんでしたが山の中や田舎でのひもじさはどんなにひどくても知れたものでどっかしらで果物か野菜にありつくことができましたしかしパリの真ん中では お金がなければどうすることもできないことでした。親子はどうなることでしょう。お母さんは病気が重って、もう先々の思案などするところではありませんでしたので、ペリーヌはけなげにも自分がすべてお母さんに変わらなければならないと思いました。火曜日の朝、ペリーヌの案じていたことは本当になりました。簡単に診察を済ますと、 先生はペリーヌの恐れていた処方箋をポケットから出して書き出しましたペリーヌは勇気を出して言いました先生お書きになっていらっしゃるお薬がみんな同じように大事なものでなかったらその中で一番大事なものだけを書き抜いてくださいませんかえな何ですってと先生はとがめるように聞き返しましたペリーヌは 震える体を押し沈めて言いました。先生、それは、あの、今日は少ししかお金がございませんし、それは、明日にならなければ入る道がございませんの。先生はペリーヌを見て、それから初めて貧乏に気がついたというふうに、部屋の中を見回してから、処方箋をポケットにしまい込みました。じゃあ、明日までこのままにしておきましょう。 そう、急ぐ薬でもありませんから。急がない、とペリーヌは心の中でつぶやきました。急がない。では、ペリーヌが心配していたほどお母さんはひどくはないのだ。がっかりしないで、よくなるのを待っていましょう、と安心しました。水曜日は、ペリーヌの待ち焦がれていた、そして恐れていた日でした。 かわいいかわいいパリカレ。ペリーヌは暇さえあれば腹へ駆け出して、パリカレの花に接吻をしてやったり、いろいろ話してやりました。ロバは何の仕事もないし、お腹がすけばあざみはいくらでもあるし、その上お嬢さんに可愛がられるので、パリカレは世界一の幸福者でありました。ペリーヌはパリカレをなでながらため息をつきました。 ああ、お前が分かってくれさえしたらね。しかしそれは、ロバには分からないことでした。パリカレの知っていることといえば、ペリーヌが可愛がってくれることと、アザミの美味しいことだけでした。ですから、接吻さえされれば喜んで鼻を鳴らし、ペリーヌの影をちらっと見ただけでも、嬉しげに長い耳をピクピクさせました。その上、パリカレは、 塩辛じいさんとお友達になり、仲良しの印に、その大好物を飲まされました。月曜日のこと、綱を振り切ったパリカレは、ボロや骨くずを入り分けているじいさんのそばへやってきましたが、ちょうどその時、塩辛じいさんはいつも持って歩く酒をコップに継ごうとしておりました。パリカレは首を伸ばしてそれを見つめておりました。おい、何しに来たんだいじいさんは、 荒らしい声で言いましたが、パリカレは、それが怒った声でないと知っているものですから、そこを動きません。そこでじいさんは、どうだいっぱい、うめえぞ、と自分の口へ持って行きかけたコップを、からかい半分にロバに差し出しました。パリカレは一足進むと、慎んでそれを受け、ありったけの唇を突き出して、なみなみとつい合ったコップのお酒を半分以上飲みました。 おやおや、はっはっは。じいさんは吹き出してしまいました。おいおい、男爵夫人、恋の親父も、ちょっと来てごらん。この声に、男爵夫人、恋の親父、それからちょうどお腹に気合わせていたくず屋さんと、赤、黄、青三色の砂糖棒を手押し車で売って歩く男も、ぞろぞろ集まってまいりました。なんですねと男爵夫人は聞きました。 じいさんはもう一度酒をなみなみとついでパリカレに差し出しますと、やっぱりぐっと半分飲み干しました。みんなは周りからわーわーはやし立てました。ロバはぶどう酒が好きだとは聞いていたが、俺は本当にしていなかった、とアメヤは言いました。あなたがこのロバをお買いなさるがいいよいい飲み友達ができましょうよ、と男爵夫人は言いました。 似合いの一対だ。と誰かが相づちを打ちました。塩辛じいさんは全くパリカレが気に入りましたが、しかし買いはしませんでした。その代わりに水曜日のうま市には自分も一緒について行ってくれることになりました。うま市は一体どこにあるのか、どうして売る値段を決めるのかも知らないで困りきっていたペリーヌには、これは願ってもない幸せでした。 ペリーヌはまたそんなところへ行ってロバが盗まれはしないかと大変心配していたのでした。パリの泥棒の話は随分聞いておりましたが、そうかといってペリーヌに何の用心ができましょう。いよいよ水曜日が参りました。朝早くからペリーヌはせっせとパリカレにブラッシュをかけてやりました。その間、ペリーヌは涙を流しながら、どんなに切奮をしたり、 撫でてやったりしたことでしょう。馬車の代わりに首に綱をつけられたときに、パリカレは随分妙だと思いました。が、それよりも、シャロンヌから馬市ま,まで歩いていくのはごめんだと言って、塩辛じ爺さんが一層台にして自分の背中に乗っかったときは、もっともっと驚きました。が、ペリーヌがそばについていて、いろんな話をしてくれるので、パリカレはおとなしくしていました。 おまけに、塩辛じいさんは自分の仲良しではありませんか。彼らはこうして出発いたしました。が、ペリーヌに惹かれてただ歩いていくパリカレには、みんなわけのわからないことばかりでした。どんどん街を通っていきますと、最初に二馬車にもろくに出会いませんでしたが、まもなく大きな公園へとかかっている橋のところへ出ました。ここが動物園だよ。 ここにだってこんなロバはいないね。じゃあ、ここで買ってくださらないかしら、とペリーヌは先言いました。動物園にいるものは、ただ歩いてお客さんに見せるだけだから、パリカレにはどんなに幸せだろうと思ったからでした。しかし、お役所相手じゃつまらないよ、と塩辛じいさんは、ちっともお役所なんか信用しない口ぶりでした。 ここからは大変賑やかになってきましたので、ペリーヌは辺りに十分目を配り、起点を聞かさなければなりませんでした。随分遠く来たと思う頃、ようやく市場に着きました。じいさんはロバから飛び降りました。その間に、パリカレは辺りの様子を見て撮ったのでしょう。いくら市場の入り口の鉄門に入れようとしても動きませんでした。パリカレはなんとなく、 ここは馬やロバの売られる市場だということを悟っておじけづいてきたのです。ペリーヌが脅したりすかしたりしてもパリカレはガンとして動きませんでした。じいさんは後から押したら動くだろうと思って押してみましたが、そうやすやすとはいきませんでした。いよいよ後ろへ尻込みするばかりなので、ペリーヌも一緒に引きずられてしまいました。 周りにはもう見物人がいっぱいたかっておりました。例によって一番前には使いっ走りの少年や小僧が陣取って、天でにどうすればいいの、合わすれば動くのと勝手な熱を吹いておりました。すると、あんなロバを買ったものこそ災難だ、と言ったものがありました。売り物にこんなケチをつけられては黙っていられないので、いさんは怒鳴りました。これは世界で一番利口なロバなんだ。 あんまり利口すぎて、ちゃんと売られることを知ってるもんだから、俺たちに別れたくないってこんなことをするんだ。とてもよく懐いてるんでな。すると、人だかりの中から、本当かね、塩辛じいさん。と言ったものがありました。誰だい俺の名を呼んだのは。ラルークリだよ。ああ、お前さんか。ロバは全く受け合いだよ。声の主が出てきてじいさんと握手をしました。 お前さんのロバなのかいこれは。いや、この女の子のだよ。お前さんはこのロバのことをよく知ってるのかねああ、知ってるとも。このロバとは大の飲み仲間でね。いいロバが欲しいって言うんなら、一つ話をつけようじゃないか。だけど、物によるよ。よし、じゃあ一つ一杯やりながら話そう。本当に市場なんかには惜しい代物なんだぜ。 尻込みさえしなければ飛びっきり上等だよ、まったく。それは端っこいからだって言ってるじゃないか。利口だから尻込みをしたんだよ。小利口だったりお酒が飲めたってダメだよ。私は働かせるんだからね。働くとも、何しろギリシャから休みなしになってきたんだからね。ほう、ギリシャからだって塩辛じいさんが、 ペリーヌについてくるように手招きをしますと、今度は市場に行くんでないということを知ってるパリカレは、綱を引きもしないのにペリーヌを横についてきました。そのものになりそうなお客さんは、一体誰でしょう。男でしょうか、女でしょうか。ヒゲのない顔つきや体全体の感じは、どことなく五重格好の女のようでしたが、労働者の着るような上着やズボンをつけて、 御のかぶるような背の高い革帽子をかぶって短い黒いパイプをくわえているところはどう見ても男でしたまあそんなことはどっちでもかまいませんペリーヌはこの人は親切な人らしいと思いました顔つきはそっけなくもなく意地悪そうでもありませんでした塩辛じいさんとお客さんは狭い通りを入ってとある酒場の前で足を止めました そして、往来に出してあるテーブルに腰を下ろすと、葡萄酒のコップを二つ注文しました。ペリーヌは、まだ止め綱のところを押さえて立っておりました。さあ、利口かどうかお目にかけよう。と、じいさんは、葡萄酒をついだコップを持って言いました。パリカレはコップの方に首を伸ばし、唇を平ったくして、一気に半分飲み干しました。しかし、 こんなゲートはちっともラルークリを感心させませんでした。私は酒を飲んでもらわなくたっていいんだよ。うさぎ皮を積んだ私の車を引いてもらいさえすればね。だから言ったじゃないか。ギリシャからずっと馬車を引いてきたんだよ。妙な女の人はパリカレを主催に調べると、ペリーヌにどのくらいかと聞きました。じいさんと決めてきた値段は100フランでしたので、 ペリーヌはそう答えました。ラルークリはびっくりして声を立てました。百フラン何の保証もなしに、一匹のロバを百フランに売る。この二人は気違いだろうか。それから女の人は、パリカレの欠点をいろいろと探し出しました。長いこと掛け合った末に、じいさんは言いました。ああ、いいとも。じゃあ、市場へ持って行こう。 ペリーヌはほっとしました。パリカレにたった20フランの根をつけられたので、ペリーヌは目を回してしまったのでした。このドン詰まりに20フランばかりの金があったとて何になりましょう。今の場合100フランあってさえ足りないくらいなのですもの。さあ、うまくあの門を入るかどうか見物だ、とラルークリはあざけり顔で言いました。 実際その通りで、門まではおとなしくついてきましたが、そこへ立ち止まると、ペリーヌが引き立てようが、言い聞かそうが、綱を引っ張ろうが、びくともしませんでした。そしてとうとう、道の真ん中に座ってしまいました。パリカレ、おいで、さパリカレ。だが、パリカレは、ペリーヌの言葉などは、一向耳に入らないかのように、座り込んでおりました。 すぐ、人だかりがしてワイワイ騒ぎ立てました。尻尾に火をつけろと怒鳴るものさえありました。じいさんはカンカンに怒ってしまい、ペリーヌはがっかりしてしまいました。ほら、動きはしないだろう。三十フランはどうだね十フランの値上げだよ。どうだいこのロバの利口さは、善良な少年のようだ。さあ、あ早く決めないかい出ないと他の馬を買っちまうよ。 と、ラルークリはせき立てました。じいさんは目つきでペリーヌに、ラルークリの言う通りにしなさいと知らせました。が、ペリーヌがあんまりな安寝にぼんやりして、どっちとも言いかねて突っ立ってるところへ、おまわりさんが来て、交通妨害だと彼女をどやしつけました。おいおい、前に行け、前に。じゃあ、後へ下がれ。立ち止まってちゃいかん。いくら言われても、パリカレが効かないので、 前へはいけませんでした。が、ペリーヌが市場へ行くのを思い切ったと知りやいなや、パリカレは立ち上がって、嬉しそうに耳を動かして、おとなしくペリーヌに従いました。さあ、ロバを家まで連れてきてくださいよ。初めてではとてもおとなしく私についてきそうもありませんからね。なあに、そんな遠い道じゃありませんよ。とラルークリは、三十フランをペリーヌの手に渡しながら言いました。 が、じいさんは、遠いからごめんだと言いました。そしてペリーヌに、お前さん、一人で行っといで。そんなに悲しがることはないよ。ロバは結構やっていけるからね。それに、この女の人は、いい人だからね。でも、帰り道がよくわからないわ。とペリーヌは、途方にくれて言いました。なーに、お城のところをずっとくればわけはない。 ダルークリの家はそこからあまり遠くはないのですぐ行けました。うちの前には牛乳原と同じようにたくさんのボロクズが積んでありました。最後の時がついに参りました。パリカレが小さな生まれにつながれた時、ペリーヌはその頭を抱いて泣きました。そんなにお泣きなさることはないわ、とその女の人は言いました。きっと私が 可愛がってあげますからね。私はこのロバをどんなにかわいがったことでしょう。そう言ってペリーヌは泣く泣く帰っていくのでした。三、哀れみなしご。少なくとも百フランは入ると勘定して当てにしていたのに、たった三十フラン切りしか手に入らなかった。 一体どうしたらいいでしょうお城について歩きながら、ペリーヌは心の中でこのことを悲しく繰り返しました。帰りの道はわけなくわかりました。ペリーヌはお金をそっくりそのままお母さんの手に渡しました。それで何をするかを決めるのはお母さんの役目でしたから。すぐ、マロークールへ立ちましょう。とお母さんは言いました。 でも、お母さんがまだお具合が悪くては、とペリーヌは不安そうに言いました。ですけれど、私たちはもう待ちきれませんわ。だんだんお金はなくなるし、ぐずぐずしているとパリカレのお金までなくなってしまいますもの。本当に、こんな惨めな封をしていきたくありませんけれどね。いつ私たちをしましょう今日いいえ。 今日はもう遅すぎます。明日の朝にしましょう。汽車のお時間と汽車金を見てきてちょうだい。乗る停車場はガールドノールで、降りるのはビッキーニーですよ。ペリーヌは塩辛じいさんにいろいろ相談しました。じいさんは停車場まで行くのは遠いから時間表を見てごらんと教えてくれました。それで午前中に出る汽車は6時と10時で、 ピッキーニーまでは3頭で9フラン253チームかかることが分かりました「10時のに乗りましょうこの分ではとても歩けないと思いますから馬車を頼みましょうね」とお母さんは言いましたが次の朝9時になってもお母さんは馬車までどころか部屋から二た足みやし出るにさえペリーヌが支えてあげなければすぐばたりと倒れてしまう始末でした とにかく、部屋に帰りましょう。でも、心配しないで大丈夫ですよ。しかしお母さんは、すぐと良くはなりませんでした。それで見送りに出ていた男爵夫人が、急いで椅子を持って参りました。椅子に腰をかけると同時に、お母さんは早気を失ってしまいました。これは、家に入れて流さなければいけません。と男爵夫人は、 お母さんの冷たい手をこすりこすり言いました。だけどびっくりしてはいけません。大したことじゃありませんからね。早く恋の親父さんを探してきてください。二人でなら部屋まで担いでいけますからね。この分じゃ今日はまだ立てませんよ。男爵夫人と恋の親父が大急ぎで部屋へ担ぎ込みますと、病人はやっと気がつきました。奥さん。 静かにしていらっしゃらなければいけませんよ。明日になれば大丈夫、立てますからね。恋のおやじさんから美味しいスープをいただいてきてあげましょう。あの人は大屋さんが酒好きなのと同じように、それはスープ好きなんですの。夏でもお冬でも5時にはきっと起きてスープを作るんですよ。いい味でね。あんなに美味しく作れる人はそうたんとありますまいよ。そう言い残したまま、男爵夫人は、 もう仕事を始めている恋の親父のところへ行きました。ねえ、病人にあのスープくださいませんか恋の親父さんは返事の代わりにニヤニヤ笑いました。そしてすぐソース鍋からコップに美味しそうなスープを開けてくれました。男爵夫人は一滴もこぼさないようにとそれを持って帰って、さあ、奥さん、召し上がれ。起きなくともようござんす。 お口を開けになってとベッドのそばにしゃがんで言いましたがたったひとさしのスープも病人には飲み込めませんでしたすぐまた人事不正に陥って今度はさっきより長く冷めませんでしたスープはもういらなくなったがもったいないと言って夫人はペリーヌに飲ませましたその日は暮れて 翌日先生が参りましたが、その時はもう何の施すべき術もありませんでした。ペリヌは途方に暮れました。ラルークリからもらったあの三十フランだって、いつまであることやらすっかり心細いものです。これとまとまったお金は出ていかぬとは言うものの、次から次へと入費がかさみました。最後の一数まで使い果たしたら、 どこへ行ったらいいでしょうお金の出所がなくなったらどうなることでしょうお母さんの枕元に座っているペリーヌの小さい美しい顔は心配のために青ざめて生き生きした色がありませんでした。ふいにペリーヌはお母さんの手が強く自分の手を握りしめたのを感じました。ペリーヌはすぐにお母さんの顔を覗き込みました。なあに、お母さん。 ペリーヌ、話したいことがあるの。とうとう、最後の時が来ましたよ。お母さん、お母さん騒いではいけません。さあ、お互いに落ち着きましょうね。お前をびっくりさせたくないと思って、今までお前を悲しませるようなことは何も言わなかったけれど、でも、言わなければならないことは、 どんんななに悲しくても言わねばなりません私たちはもうお別れなんだからペリーヌはいくらすすり泣きをやめようとしてもやめられませんでした。ねえペリーヌ悲しいことだけれどお前のためにはかえってみなしごになった方が幸せかもしれないと私は考えているの。 あの人たちの憎んでるお母さんに連れられて行くよりは、一人ぼっちで行った方が帰っていいかもしれないよ。ね。一人ぼっちにならなければならないのも、皆、神様の身胸なんだから。もう、五、六時間もしたら、そうでなかったら、明日になれば。胸が迫って、言葉が途切れました。私が死んだら、 お前はこうするんですよ。私のポケットの中に大きな封筒に入れてあるお父さんとお母さんとの結婚証明書が入っています。この証明書は人に見せてもまたきっと返していただくようにしなければいけませんよ。後になって身元証明をしなければならない時がきっと来ますからね。大事にしまっておかなければいけませんよ。 万一亡くした時の用心にそれを空で覚えておき、そして利用の時には写しを作るんですよ。わかったかいはい、お母様。これからはいろいろ不幸せなことがあるでしょうが、決して力を落としてはいけませんよ。ここで後始末を済まし、一人ぼっちになったら、すぐマロクールにお出しなさい。 お金があったら汽車で、なかったら歩いてでも、農塾をしても、食べずにいても、パリにいるよりはましですよ。すぐパリを立つと、お母さんに約束をなさい。さあ。はい。お母さん、お約束をしますわ。とペリーヌはすすり泣きました。病人は、もっと何か言おうと唇を震わせましたが、声が続きませんでした。 フェリーヌはじっとお母さんの顔を見守っておりました。じゃあ、きっとマロクールに行くね。しばらくするとお母さんはまた続けました。何も頼りにしてはいけませんよ。頼れるものはお前の体一つっきりです。いい子になって、うんと人から可愛がられるようにしなければなりませんよ。 それが一番肝心なことです。が、お前はきっと可愛がられますよ。みんなも可愛がらずにいられないでしょう。そうすれば、苦しいこともなくなってしまいます。そう言って、お母さんはお祈りの形に両手を組みました。地上のものでない神々しい影が、その時、お母さんの顔に溢れました。 見える見えるお前はみんなに可愛がられて幸せで面倒を見ていただけますよお母さんは安心して死ねますよペリーヌ私のペリーヌいつまでも私のこと忘れないでおくれこの真心は天へも届いたかと思われました お母さんはがっくりと布団に倒れて母とせわしい息遣いをしましたペリーヌはじっとお母さんの次の言葉を待っておりましたがお母さんはそれっきり何とも言いませんでしたお母さんはもう死んだのでしたペリーヌはベッドを離れて外へ出て行きましたそして草原に身を投げ出すと ふわっと泣き伏しました。ペリーヌの小さな胸は本当に張り裂けそうでした。長いことたってから、ペリーヌはようやく我に帰りました。お母さんを一人ぼっちで置いてきたことがぼんやり考え出されてきました。が、お母さんはきっと誰かが見守っていてくださることでしょう。 腹に立ち込めて、やがて夜がやってきました。が、ペリーヌは当てともなく抱きじゃくりながら、そここことさまよっておりました。ペリーヌは馬車のそばを十遍も行ったり来たりしました。それをうちから見ていた飴屋さんは、二本の砂糖棒を持って出てきて、かわいそうなお嬢さん、と不憫そうに言いました。ああ、 と、ペリーヌはまた泣き出してしまいました。さあさあ、これをお上がり。アメヤは、その砂糖菓子をペリーヌに持たせて言いました。悲しい時には、甘いもんが一番だよ。四。4悩み多き旅路。最後の祈りも済みました。 が、ペリーヌは墓の前を動こうともしませんでした。男爵夫人は優しくペリーヌの腕を取って、さあ、と言いますと、ペリーヌは振り切ろうとしたので、今度はきつく、さあ、行かなければいけませんよ、と引っ張りました。男爵夫人はペリーヌの腕をしっかり掴んで引きずっていきました。そして二人はしばらく行きましたが、 ペリーヌはどこを通っているのか、どこへ連れて行かれるのかさっぱりわかりませんでした。頭も胸も、ペリーヌの体中はお母さんのことでいっぱいでした。二人はとうとうある横丁で泊まりました。その時初めてペリーヌは、今自分の手を引っ張っていた男爵夫人と塩辛じいさん、飴屋さん、恋の親父さんなどが、 周りりりに布をぼんやりと知りました。男爵夫人はボンネットに黒いリボンを巻きつけじいさんは紳士のようにフロックに高いシルクハットをかぶり恋の親父は前掛けの代わりに引きずるような黒いプリンスアルベール服を着メ屋はいつもの白の上着を脱いで背広を着込んでおりました。みんなな、死者に向かって念ごろな 生粋のパリ人のように冷蔵して死んだ人の魂に敬意を表したのでありましたお前さんに話したいことがあるがと中で一番縁故の深いじいさんが自分こそ最初に口を聞く役目だというように言い出しましたお前さんは痛ければいつまでもただで牛夜原に置いてあげるよ次に夫人が言いました もし、私と一緒に歌って歩きたいって言うなら、楽に暮らせるほど儲かりますよ。本当にいい商売ですわ。お菓子屋さんになりたかったら俺が教えてあげようよ。これこそ、正真正銘の商売で気が利いていますぜ。と、アメヤさんは言い出しました。恋の親父は何も言いませんでしたが、その笑顔の様子で、いつでも私のところへおいでよ。 素敵なスープをご馳走してあげるからなと言っていることがわかりました。ペリーヌの目にはまた新しい涙が溢れました。その涙はこの二日間泣き通してきた熱い涙の辛さをすっかり洗い落としてくれるものでした。ご親切はありがとうございます。ペリーヌは小声で言いました。俺たちは できるだけのことはしてやらなければならんからね。とおじいさんは言いました。お前さんのように正直でいたいけな子を誰がパリの真ん中に放っておくものですか。と夫人は力こぶを入れました。いろいろありがとうございます。でもパリには泊まっていられませんの。すぐ親類へ行かなければならないんです。へえ、お前さんに親類があるんだって、一体どこにいだい そんな親類なんてどうせろくなものではなかろうという様子をありありと見せて、おじいさんはみんなを帰りにました。アミアンの近くですの。では、アミアンへはどうして行くんだお金を持ってやしないだろ汽車賃には足りないかもしれませんわ。ですから、歩いて行くつもりです。へえ、道がわかるかいポケットに地図を持ってますわ。 だが、ここはパリなんだぜ。パリからどっち行けばいいかわかるのかい,いいえ、それは教えてくださらなければわかりませんわ。みんなはしきりに道を教えましたが、めいめいの言うことがまちまちなので、こんがらがってしまいました。じいさんは一口で議論を吹き飛ばしました。迷子になりたかったらこいつらの言うことを聞くがいい。これがお前さんの行く道だよ。と言って、 道を細かに説明してくれました。で、いつ立つことにするんだい今すぐ立ちます。お母さんと固く約束をしたものですから。そうそう。何でもお母さんのおっしゃる通りにするがいいよ。だけど、私とお別れの接本しないで言ってはいや、本当にお前さんはいい子だこと。と、男爵夫人はペリーヌを抱き寄せました。男の人たちは、 一人一人握手をしましたお母さんのお墓は思い切って行かなければならないと覚悟していたもののいざお別れとなるとやっぱり後ろ髪を引かれる思いがしてペリーヌはもう一度墓地の方へ向かいましたが男爵夫人はそれを止めましたどうせお墓とは別れなければならないんですよさあすぐお立ちなさいそれが一番ですよ そうだ、すぐ立つがいい。と、じいさんも励ましました。市街鉄道に乗ると、ペリーヌは、イタリーを立ってから幾度となく出してみたフランスの地図を、また取り出してみました。パリからアミアンまでは簡単で、カレー街道に沿って行きさえすればいいのでした。その道は黒い線で印がつけてありました。アミアンに着いたら、そこからまた、 ブローニエロへ行かなければなりませんでした。ペリーヌは道のりを測ることも教わりましたので、勘定してみましたら、マロクールまでは158マイルほどあるはずでした。しかし、こんなに遠い道を毎日規則正しく歩くことができるでしょうか。うまくいって1日に4マイルも5マイルも歩けるということは、長い道中にはそうたんとあるものではないということを、 ペリーヌはよく知っておりました。雨の日もあれば、風のひどい日もありましょう。それにお金だって、そういつまでもあるわけのものではありません。残っているのは、たった5フラン35、3チームだけでした。記者はペリーヌの降りなければならない停車場に着きました。停車場を出て、ペリーヌは道を右へと曲がりました。まだ太陽は、 二三時間空にありそうでしたので、日暮れまでにはパリからずっと離れた広い田舎へ出て宿を取りたいと思いました。が、まだまだ見える限りのところは高い大煙突から真っ黒い煙をもうもうと吐いている工場ばかりで、道は馬車や鉄道や荷車でいっぱいでした。ここでまたあのパリの門のところで見たマロクール工場ボルフラン・パンダ・ボアンヌ。 と皆同じ名前を書いたたくさんの馬車と一緒になりました一体どこまで行ったらパリはおしまいになるのでしょうペリーヌは寂しい野原もひっそりした田舎の宿も気味悪い暗がりも恐ろしくはありませんでしたがパリの雑踏と光とは本当に恐ろしいと思いましたようやくペリーヌは町外れに参りました お腹はまだ空いていませんでしたが、寝るときに食べるパンを、町のなくならないうちに買っておこうと思って、一軒のパン屋へ入りました。パンをくださいな。おかみさんはペリーヌの身なりを見て、お金を持ってるかいと頭ごなしにどなりつけました。一軒くださいな。ごふだでお釣りをどうぞ。おかみさんはパンを切る前に、 そのフランを手に取って調べ「おやまあ」と言って大理石の上に落としてみました「ゴフラン銀貨でしょ誰がこんなものを私に押し付けろって言ったんだい」とおかみさんはプリプリ怒って言いました「まあ私はただ晩に食べるパンを一斤ください」って言ってるんですわうんよしパンは売られないよ警察へ突き出されないうちにさっさと出ておいで。 警察なぜですのペリーヌはびっくりして口が聞けませんでした。泥棒だからさ。まあ、私がお前さんは私に偽金をつかませようとしたんだよ。宿なしめ、泥棒、さっさと出ておいで。ぐずぐずしてると、おまわりさんを連れてくるよ。ペリーヌは、たとえあれが偽金だとしたところで、 自分は泥棒でないことを知っていました。が、言われるまでもなく、自分は宿なしだと思うとたまりませんでした。ペリーヌには、本当にうちもなければ、二親もありませんでした。おまわりさんに聞かれたら、何と言ったらいいでしょう。宿なしだというだけでも、警察へ連れて行かれるでしょう。こうした考えがペリーヌの頭に浮かびました。が、お金のことを思うと、もっと心配でした。 パンを売ってくださらないなら、お金を返してくださってもいいでしょうとペリーヌは手を差し出しました。また誰かを騙すつもりだね。返されないよ。欲しかったらおまわりさんを読んどいで。この泥棒め、一枚。おかみさんの怒鳴り声が通りまで聞こえたのでしょう。もう店先には五六人の人だかりがしておりました。なんだどうしたんだ ねえ、このガキが、うちの銭箱をかっぱろうとしたんだよ。こんな時に限っておまわりさんは一人も来やしないんだよ。肝を潰したペリーヌは、どうしてこの場を逃れようかと、わいわいう野じ馬の間を、めちゃくちゃに、戸口の方へ駆け抜けました。そして後をも見ずに、一目散に駆け出しました。まだ五、六分しか来ませんが、ペリーヌには一時間も走ったと思われる頃、 田舎道に出ましたペリヌはやっと安心して足を緩め息を深く吸いました後からは怒鳴る人もなく追いかけてくる人もありませんでした胸の動悸も静まった時お金もパンも持っていないことに気がつきましたふと道端の畑を見ますとそこには玉ねぎキャベツなどができておりましたが一つも生で食べられるものはありませんでした けれども、もしここによく売れたメロンや枝も折れそうに実ってる果物があったとて何の役に立ちましょう。なお黙って人の果物に手などを伸ばすことは通りすがりの人に手を差し出して恵みをこうこと以上にペリーヌにはとてもできないことでした。まったくペリーヌは泥棒でもなく、小じきでもなく宿なしなどではなおさらありませんでした。ペリーヌは かりりりけなくなくままししたた日はとっぷり暮れました夕闇の静かな中でペリーヌはつくづく自分は一りぼっちなのだと思わないわけにはいきませんでしたしかし決してがっかりしてはいけないと自分で自分を叱りつけました少しでも足元の明るいうちにどんどん歩いていけばどこかに安全な休み場所を見つかるかもしれないと思って急ぎましたすると そう遠く行かないうちに、これはというようなところが見つかりました。それは、アザミの畑で、男と女がアザミの頭を買っては籠に入れて、道端に置いてある車に積み込んでおるところでありました。ペリーヌが立ち止まって見ていますと、やがて一人の女の子がもう一台の馬車を引いてまいりました。みんな詰めてとその女の子は聞きました。まあ詰めたよ。 こんな四番小屋に寝るなんてもうごめんだ。今夜はうちのベッドで寝るつもりだよ。と男は返事をしました。じゃあ、門脳の畑はどうするのと少女は笑って聞きました。あの王着者は俺たちが四番をしてくれると思ってすっかり当てにしてやがる。今晩もやってこないつもりなんじゃないかね。あいつのがみんな盗まれちゃったらいい君だて。三人は愉快そうに笑いました。 みんなは門脳の畑のことなどちっとも取り越し苦労はしておりませんでした。だが今のは冗談さ。ちょっと待ってね、一緒に帰りましょうよ。と少女は大急ぎで自分の馬車に籠を積み、やがてあざみを山と積んだ二台の馬車は村の方へ行ってしまいました。人通りのない道に立って、ペリーヌは二つの違った畑を眺めておりました。 一つはすっかり刈り取られ、一つにはまだ立派な収穫が残っておりました。畑の隅には木の枝でこしらえた小さな四番小屋がありました。今晩は誰も来ないことが分かったので、ペリーヌはその中へ寝ることに決めました。誰も来ないことは分かっていましたが、なお用心して、真っ暗くならないうちはそこへ入りませんでした。ペリーヌは、 溝のそばへ座ってありがたい休み場所を与えられたことを感謝しておりました真っ暗くなって辺りが静まり返るとペルーヌは畑の中をそろそろと小屋へ入り込みました中は思ったよりは立派で床には藁が敷いてあり枕になりそうな木箱が一つ置いてありましたあのパン屋を逃げ出してからペリーヌは 自分が漁師に追っかけられている動物のような気がしてなりませんでした。そしてすぐ後ろにおまわりさんがいるような気がして、幾度こわごわ後を振り返ってみたことでしょう。小屋に入って初めて安心ができ、気が落ち着くと、もう一つ困ったことが湧いてまいりました。ペリーヌはひもじくってひもじくってなりませんでした。逃げてくるときは悔しさで胸がいっぱいで、 もう決して飲みも食いもしたくないなどと思いましたが、たまらなくお腹が空いてきた今は、見ればたった一数のお金しかないではありませんか。たった一数で、どうして五日も六日も生きていけるでしょう。これは大問題でした。が、小屋を見つけたり、食物があったり、そう二つうまいことばかりはありませんでした。目をつぶると、 ペリーヌの長い黒いまつげは涙で重たそうに濡れました。今までは夜になるといつも思い出すのはお父さんのことでしたが、今度はお父さんとお母さんのお二人の魂が自分の周りにいるように思われてなりませんでした。暗闇の中で幾度ペリーヌはお二人に手を差し伸べたことでしょう。が、やがて疲れきって、 泣きじゃくりながら寝入ってしまいました。が、へとへとに疲れていてもぐっすり眠ることはできませんでした。幾度も寝返りを打ったり、身動きをしました。時々、道をゴロゴロ行く車の音で目が覚まされ、ある時はシーンとしたうちに聞こえる妙な物音で胸がドキドキしました。やがて、小屋の近くに、 車が止まったように思ったので、ペリヌは肘で置き換えって耳をすましました。空耳ではなく、実際こそこそと人の話し声さえ聞こえました。ペリヌは立ち上がって小屋の隙から覗きました。畑の端に一台の車が止まり、車の上にいる男だか女だかわからない一人の人が下にいる二人のものにカゴを下ろしているのが、 青白い星明かりにぼんやり見えました。下の二人はそれを畑の中へ運んでおりました。これがモンノーの連中かしらこんな時間にモンノーが自分の畑を狩りに来たのかしらペリーヌはやっとわかりました。それはモンノーの畑に泥棒が来たのでした。泥棒は大急ぎであざみを狩るとそれをどしどしかごに入れました。 女の人はすぐそれを馬車に積んで運んでいきました。飼ってる間、車を道に置いては、通行人に感づかれると、泥棒は思ったのでした。もし、泥棒に見つけられたらどうしよう。仕事の邪魔をすると、泥棒は人殺しをするものだと、ペリーヌは聞いておりました。が、今は泥棒に見つけられる心配はありませんでした。泥棒の方では、今夜は4番のいないのを知って盗みにやってきたのですから。 でも、もし捕まった時はどうしよう。そしてその泥棒がまたおまわりさんに捕まったら、自分も一緒に監獄に引っ張っていかれるのではないかしら。これを思うと、冷たい汗がたまになって額を流れました。逃げられさえしたら、逃げ口はないかとあたりを見回しました。が、小屋を出るのはたやすいけれど、出たが最後、すぐに泥棒に見つかるのはわかりきっています。 じっとしているよりりはありませんペリーヌはまた横になって眠ったふりをしましたうまく逃げる方法がないとすれば泥棒が小屋へ来ても何も知らないで寝ていたふりをするのが一番賢い方法でした泥棒はしばらくあざみを飼っておりましたするとまた車の音がしましたが今度は泥棒の車が帰ってきたのです 車が止まるとすっかりカゴを乗せて自分たちも飛び乗り泥棒はどんどんパリの方へ逃げていきました時間が分かれば夜明けまで眠れるのですけれどもそれが分からないのでペリーヌは歩き出そうかしらと考えました田舎は早起きですからもし夜が明けたら労働者が小屋から出るペリーヌを見つけるでしょうし 小屋から出るところを見つけられないとしても、畑の近くでぐずぐずしていれば、泥棒の片割れかと思って、警察へ連れて行かれないとも限りません。ペリーヌは、耳を澄まし、目を八歩に配って、小屋から出ました。本堂へ出ると、ペリーヌはどんどん急ぎました。星は一つ一つ消えうせて、東の空はほんのりと明るんで、闇を照らし、夜は、 明けかかっておりました。